お疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、そして速化塾限定動画をご覧の皆様。今回は38週目の見通し、こちらについてお話ししていこうと思います。まずは材料からなんですけども、材料のカレンダー、いつも通り GMO 外貨からチェックしていこうと思います。38週目はですね、祝日があります。9月の16日。これが祝日になりまして、 9月の20日までの5日間、正味4日間になりますでは月曜日から見ていきますけども月曜日はいきなりですがあの日本が休場になりますんでねこういう日はしっかりと観察するに限るかなと思いますもちろんトレードして悪くはないんですけども、まあ、日本が休場ですのでね影響はもろに受けるんじゃないかなと思いますで夜には,はアメリカから材料が軽く出てますけどもそれから日をまたいで火曜日 火曜日も大きな材料がありませんので夜までそのまんまあじっくりとねテクニカルでトレードできるものだと思いますで火曜日の夜にはちょっと大きめの材料出ますんでここで一旦マーケットが分かれることになりますね月火という1つのマーケットがあってそれから水曜日から始まるマーケットなんですけども火曜日の動きを引き継いでこれね水曜日の午前中には早々に片付くと思います落ち着くと思いますので水曜日はしっかりと テクニカルなトレードを生かしていきましょう。で、ユーロ圏からも材料が出てますけども、ここはちょっと気にせずにいきましょう。はい。で、日をまたいで27時ですね。そして27時半。ここでね、おそらく、あの、利下げの発表あるんじゃないかなと思います。利下げはね、0.25っていう説と0.5っていう説があるんですけども、私は0.25の方だとは思うんですけどもね。はい。27時ということなんで、 深夜時時からのの間にこの発表があります多分深夜大荒れすると思いますので翌朝これね木曜日になりますけども木曜日は日銀の金融政策決定会合が始まることも相まってですねかなり荒れていくんじゃないかなと思いますね、うん、だから木曜日は午後からのトレードにはなると思いますけども、うん、そうするとねそれを受けての 日銀の政策決定会合、CPI 金曜日にまた出ますんで、結構難易度の高い1週間になるんじゃないですか、38週目は。少なくとも37週目とかね、36週目みたいに、どんどん利益が取れるポイントが、まあ、見えてきたりとかね、そこに対して、前倒しで見通しが立つってことはないと思います。その日、その日で対処することになりますので、ちょっとね、週間の見通しとしては、このぐらいしかお伝えできないかなってところですね。 はい、金曜日、いつも通り15時半から定例記者会見がありますね、だいたい13時あたりから相場は乱れ出すんですよね。はははい、それでで材料は以上です。